はざます。皆さんどうも、クッキーです。タツトです。今回はトークしていこうと思います。トークテーマルーレット、おお、これに沿ってやっていこうと思います。はい、お願いします。はい、ではルーレットスタート。ででストップ。はい、夢占いは気にする？ 100% 気にするね。あ、てか夢見る？あ、夢見る。あ、僕夢ね、すごいよ。すごいって何？あのね、正夢率がすごい。行動してるじゃん、普段の生活してて、あ、これ夢で見たみたいな。で、もっとすごいのが、夢で大体失敗するのね。なんか足滑らせたとかね。うん、それを思い出すのよ。あ、これ夢で見た。あ、夢でこれ失敗したなみたいな。そうなんだ。そう、まあ毎回あるわけじゃないけど、うん、だからそれを気をつけることはできる。なるほどね。俺はそもそも夢を見たの覚えてないのよ。あ、見てるかもしれないんだけど本当に覚えてなくて、だから夢占い気にする以前にできないんで。なるほどね。じゃあ次行きましょう。えい、健康に何か気を使っていること。何か、あ、でもなんか食事の食べ方は気にしてる。お、僕は実家暮らしだから食事は結構栄養豊富なものをね、親が作ってくれるんですけど、まあ、その中でも野菜からまず食べて、でご飯食べて油物食べて最後味噌汁みたいな、なんか流れは気にしてるかな。なんか野菜から食べると消化がいいらしくて。ああ、聞いたことある。そうそうそう。だから先に、まあ、前菜みたいな感じで野菜を食べてます。それぐらいかな。運動とかもあんましてないから、まあ、ここに来るのに毎日チャリで往復してるぐらい。1時間弱とか。うんうん。なんかありますか？俺は、まあ、自転車はあんま使ってないね。最近それでよく歩いてるかな。いや、こうね、食べ物なんか制限とかしてる？してない。だよね、体に悪い食べ物とかあるじゃん。なんか二郎系のラーメンとか、ああ、なんかめっちゃ量あるけど安いじゃん。うん、あれってなんかあんま体に良くないものが使われてるというね。うん、油とか。はいはいはい。で、なんか俺そういうの食べると決まってお腹壊すのね。ああ、わかる。だからなんかそういうの食べると消化されて全部出てってるからって思ってるの、勝手に。勝手にね。そう。そうなっててほしいだけでしょ。だから、なんかそんな健康崩したことはあんまないかな。ああ。って思います。確かに僕もね、小中高ね、皆勤賞だった。あ、そうなんだ。すごいでしょ。すごい。意外。意外か。だから僕は12年間、遅刻無欠席ってやつ。偉いね。偉いよね。遅刻もしなかった。優等生だわ。そう、学校大好きだったから。それは教育学部に行くね。教員なんないけど、うん、真面目だわ。真面目でした。特性も関係ないけど、俺学校はあんまり好きじゃなかった。なんか学校行くのが嫌いで。嫌いっていうか面倒くさいみたいな。あ、そうそうそう。ああ、なるほどね。行けって言われるから行ってたけど、うん、好きじゃなかったんでね。え、でも高校も普通に行ってたわけ？行ってた。うん、なんか大学行っといた方がいいとか。あ、そういうのあるから一応高校には行ったけど、だからってなんか楽しかった覚えはないな。え、そんなに？うん、なんだろうね、なんで学校好きだったんだろう。年々学校好きがちょっとちっちゃくなってった。でも中学までは普通に好きだったんだけど、高校からはそう、僕もめんどくさいっていう気持ちが入ってきた。うん、自由だからこそだよね。うん、一個覚えてんのが、小学生の時なんだけど、うん、筋肉痛になった時があるのよ。うん、で、その筋肉痛になったってだけで学校サボろうとしたの。俺は。そんぐらい学校行きたくなかったんだよね。やば。いや、その時はまあ小学生だったから、無理やり親に引っ張られながら学校行って、行ったけどなんかもう嫌だっていうのがもう全面に出てるから、うん、そのまま保健室行って、うん、だから自分は筋肉痛ってこともあんまり分かってなかったから、なんか体が痛いんですみたいな
ほど行って本当に休もうとしてたね。やば。ズレ休みは多分嫌だったね。ああ。自分の中で。だからなんか理由をつけて休もうとしたのよ。でその理由が筋肉痛って。かわいい。無謀なことをしてたよね今思うと。いやでもね僕もそれ聞いて思い出したんだけど、うん、なんか僕の小学校って。高学年になると部活動あったのね。クラブ活動とは別に。で僕野球部やってたの。で、あの野球部練習でキャッチボールするんだけど、めちゃくちゃ上手いやつとキャッチボールしてて、僕右利きだから左手でボール取るのこうやって、うん、でも間違って右手で取っちゃって、でここ突き指したのね、うん、でその突き指を理由に多分2ヶ月ぐらい野球部サボった。嫌だった、ね、嫌だった。じゃあ野球部は辛かった。学校は楽しかったけど。ああ、なるほどね。そう、だから僕中学最初の頃部活入ってなかった。友達と遊んでた。次行きましょう。